よりです。こんにちは。よ。ということで、お久しぶりの人はお久しぶりです。初めましての人は初めましてです。普段は普通に社会人やりながら普通に趣味でやってます。今日はオリジナル5曲持ってきました。まあもしいいなって思ったら録画で残してたりとか、ツイキャスじゃなかったこのねライブの映像を過去のやつが YouTube に載ってるのでよかったら見てみてください。ということで1曲目は背伸びっていう私のオリジナルソングなんですけど、私はめちゃくちゃ身長が低くて147もないんですけど、そのね身長低身長やからこその曲をちょっと持ってきたので聴いてください。
します。のびでした。ということで、どんどん行きます。私、次に歌う曲が、CD 一応持ってきたんですけど、オリジナルが入ってる曲があって、それが500円で売ってるんですけど、その500円の CD に入ってる一曲を歌います。これは私が好きな漫画があるんですけど、その漫画を読んで私が勝手に想像して作った曲なんですけど、言ったら片思いしてる女の子の曲です。夏が最後だったの。
でした。ありがとうございます。ということで今日は全部恋愛ソングですって私オープニングの時にも言わせてもらったんですけど、全部恋愛ソングなんですけど、いろんな種類の恋を歌えたらなと思います。ちなみに今日は面白い曲は歌わないんですけど、私結構なかなかひどい曲も歌ってて、初恋っていう曲があるんですけど、初恋っていう曲は今日歌わないんですけどね。いやマジで本当になんかめちゃくちゃ口悪い曲があるので、 YouTube で調べてもらったら出てくると思うんで、あとしかもキャスファイル1っていうのにね、私それ入れさせてもらってるんですけど、今日持ってきたのでよかったら一緒に買ってくれると嬉しいですっていう宣伝を挟んでおきます。で次は歌うのは、次の恋の感じはなんか好きな人がいて、好きな人は構ってくれるけど実はその子には彼女がいるみたいな感じの曲なんですけど、まあちょっと悲しい曲になっちゃいますけど、しんみり聴いてください。
て曲でした。ありがとうございます。ということで、しんみりしてる流れでもう一曲、私のオリジナルの CD に入ってる曲をやりたいと思います。これもちょっとしんみりしちゃうんですけど、これは両思いやったけど、なんかカップルとか付き合ってる人たちってやっぱすれ違いが起こったりとかするじゃないですか。そのすれ違いを曲にしました。聴いてください、1と0の2人っていう曲です。
ことでめちゃくちゃ淡々と進めてきたんですけど、私初めて見ますって人、ありがとうございます。私ね、最後の最後の曲でちょっとコール&レスポンスと言いますがっていう、なんか私が言ったら真似してねっていうやつをやってて、オリジナルのレンレンっていう曲があるんですけど、それを最後にやりたくって、そのレンレンのコール&レスポンスがちょっと難しいみたいで、一回真似してみてもらっていいですか？ OK ですか？はい。それで言ってこんな感じですって言って、じゃあやりましょうって一回言いますね。いますか？あ、はい、ありがとうございます。じゃあ一回違う、あ、覚えましたか？覚えましたか？はい、覚えてくれましたか？めっちゃ一人しか手振ってくれへんかった。一回じゃあ、おいってやったら一回返してもらっていいですか？せーのって言います。していいですか？もう一度ラスト1回お願いします。せーの。ありがとうございます。私がせーのって言ったら本番でもお願いしますってことで、ありがとうございます。連連最後に歌わせていただきます。きよりでした。お願いします。
2回一緒に歌ってください。せーのって言ったら歌ってください。ありがとうございます。はい、ひよりさんも、まあ、久しぶりっちゃ久しぶりですかね。久しぶりです ね、うん、いつ以来かな。大阪去年、うん、東京、ま、大阪かな、ね、どうやったっけひよりさんどうですか最近は。最近は相変わらず仕事をして帰って猫と遊ぶだけです。 OL 生活についてる感じで、はい、ね、結構長いですもんね。今年で4年目ですね、うん、そう4年目っていうことはその前にね、このコンピレーション CD キャスファイル1ですよね。えキャスファイル1どなんか懐かしいですね。もう懐かしいですね。だって私が高校生ですもんね。そうなんですよ、高校生だ予感2000円にね出てたところ、はい、はい、高校生のなんか面白い曲歌ってるなっていうのが、まあ、この清里さんのあの曲初恋がこのコンピレーションキャスファイルシリーズのまあ発案っていうかね、あのネタの元になったっちゃ元になったんでもう清里さんあってのこのキャスファイルシリーズ、なんと次のアーティストキャスファイル6ですよ。すごいですね。すごいですね。でも大先輩ですよ清里さん。いやいや、清里さんがいなかったらここまで長く続いてなかったはい、そんなことはないでしょう。なんで先輩ずらしてちょっとキャスファイルってはこういうものとかなんかちょっと語ってください。いえ、語ることがなさすぎて。え、語ることがなさすぎて。初恋のこと。初恋は私がなんかまあ一回彼氏ができて、うん、過去のその彼氏のムカつくこととか友達から聞いたその彼氏の愚痴とかを詰め込むんだ、はい、そのなんかほんまにお前ちょっと調子乗ってんなよっていう歌詞があるんですけど、うん、調子乗ってんなよってちょかってんなよって関西で言うんですけど、そうそう方言ちょかってんなよが分かってもらえなくてどういう意味ってよく言われて。あ、なるほど、そっか、解説してあげないと。それが一番印象強いですね。なるほど、そこですか。はい、いや、あの曲はね、あの本当にミュージックビデオにもなったんですよ、うん、で、あの当時のもう清里がね、清里さんがちょかっててもう渋谷駅に全身等身大のポスターとかね貼られててね、あれほんまに恥ずかしかったです。恥ずかしかったって、あれちゃんとギャラもらってね、ね、撮影してさすがの広告、ね、広告出演ですよ清里さん、はい、すごいね。でそれをせっかくなんでそれをちょっとフィーチャーしてミュージックビデオを作ろうということで初恋のミュージックビデオがなかなかあれもね人気ですね。そうですね、皆さんもぜひ見てみてください。はい、はい、でミュージックビデオを見るだけじゃなくてコンピレーションもね買っていっていただければありがたいですね。そうです ね、うん、そう、初恋に入っているねえ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 さんは最近元気ですか。あのコーラスとソロ版で入ってるんですよ。です声がそっくりすぎてわからへんって言われるお姉ちゃんなんですけど、はい、まあ昨日も今日もお姉ちゃんのところに泊まるので。あ、
東京ですか。今日来てないの？今日来てないです。なんで来ない？なんかやることあるからって言ってました。冷たいね。ねえねえ、はい、ということで、まあ、そんなね、キャスファイルシリーズ、はい、本当に本当にね、あのキャスファイル6までつながってね、素晴らしいですね、きよりさんもね、はい、はい、できよりさんの今後の活動とかなんか告知あれば。今後は特にないんですけど、はい、今日は物販に最後来てくれた人先着20名様で、うん、ポストカードみたいなハガキに印刷した絵を配っているので、はい、絵が上手なんだよね。あのファースト CD のジャケットもね、そうですね、自分で描いてましたね。絵が上手いんでね、ぜひ皆さん楽しみですね。はい、ぜひ物販並びなど見ていってくださいね。はい、はい、きよりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。